このクジカネサダが来たからにはもう安心だぞ、アルジ。なんだ、アルジ、俺のこと忘れたのかよ。正義の味方、クジカネサダだ。窓から入ってきたんだよ。アルジは不用心だな。悪者に侵入されるぞ。うん、分かればいいんだ。アルジが悪者にやられちゃったら嫌だからな。ま、アルジを狙う悪者が襲ってきたら俺がまとめて引きちぎってやるから安心しろ。アルジは正義の味方を知らないのか。正義の味方だぞ、正義の味方なんだぞ。真似じゃない、立派な正義の味方として悪者をいっぱい倒してるんだぞ。そう、それしっかりしてくれよな。俺っていう正義の味方を従えてるんだから。わかった、次はちゃんと扉から入る。主の言うことは何でも聞くからな。ん？主は俺の主なんだ。主の言うことは絶対に正しいに決まってるじゃないか。アルジは面白いな。アルジは俺にとって正義そのものなんだぞ。正義は絶対なんだ。アルジが正義なんだから、アルジの言ったことが正しいことになるんだよ。いいじゃんいいじゃん、本当のことなんだし。あ、そういえばクジカネサダって呼びにくくないか。みんなはクーちゃんとかクジちゃんって呼ぶぞ。うん、わかった、これからはクーって呼んでくれ。主、何をやっているんだ。主が本当に正義の味方だというなら頼みがある。なんでだよ、俺は主を真似してるだけなんだぞ。そっか、主がそう言うならもうやらないよ。うん、昨日俺の言葉を繰り返せって言ってたから、早速今日実践してみたんだ。そうだったのかよ、もっと分かりやすく言ってくれよな。アルジは本当に面白いな。アルジは正義だろ、その言葉が冗談なんてあるわけない。暗いな、俺アルジのことを困らせてるか。正義の味方失格か。正義の判断ならしてるぞ。アルジが悪って言ったら悪で、正義って言ったら正義だ。そんな命令は聞けないな。アルジは正義なんだから、その言葉は絶対だぞ。大丈夫大丈夫、俺はどこまでも主についていくからな。あ、そうだ、町の見回りに行かないと。正義の味方に休みなんてないからな。おお、主も一緒に来てくれるのか。よし、今日もどんどん悪者を引きちぎるぞ。あー、うん、そうだったかな、よく覚えてないけど、確かずっと昔の話だからな。か、かわいい？俺が？そっか、
って言われたぞ。主は女の子らしい喋り方をした方が嬉しいのか。よし、わかったぞ。俺、勉強してくるから期待して待っててくれよな。いろんな本を読んだけど、意外と難しいもんだな。女の子らしい喋り方か。他のみんなにも話を聞いたけど、ああいう喋り方でいいのかわからないぞ。主に合ってるか聞いてみたいけど、ああいった手前直接確認するわけにはいかないよな。いっぱい勉強して期待に応えないとだな。気合だ気合。俺も女の子らしくなる。主様、申し訳ございませんですことよ。私もお外にお出かけしようと思ってましたの。ご主人様、いらっしゃいませですよ。この度はお日柄もよく外出日和ですますの。何言ってるですよ。お兄様が女の子らしい喋り方をしなさいって言ったじゃありませんですの。わっちの喋り方に変なところがありんしたですわ。わたちが他のみんなの喋り方を真似してたら自然とこうなったのな。うちのやり方が間違ってた。あるじはんのために頑張って勉強したんやで。でもあるじが女の子らしくって言ったんだよもん。私だって何がなんだかなんですよ。わらわは女の子らしくしなくていいのかえ？なら、あーうーよしよし、これでいいんだな、主。そうだよな。悪を倒す正義の味方はやっぱり男らしくなくっちゃダメだよな。うん、頑張るぜ。わあ、悪者を全力で退治した後にいっぱいご飯を食べると眠たくなるな。あくびは行儀が悪いんだな。わかった、もうしないぞ。なるほど、そうすればいいのか。今度からはそうするぞ。教えてくれる人なんていなかったからな。あるじ、もっといろんなことを教えてくれ。そういえば主はここにいていいのか。なんか呼び出されてるんじゃなかったか。うん、わかった。俺は軽く町を見回ってから帰る。わかった、無茶しないよ。いってらっしゃい。さてと、どこから回ろっかな。はぁ、主に怒られちゃった。軽くじゃなくていっぱいって言っておけばな。あ、そうだ、寝る前に言われたことを書き留めておかないと。この手帳もいっぱいになってきた。これもいろいろ教えてくれるおかげだな。主には教えてもらってばかりだな。俺にも何か返せるものがあればいいんだけど。でも返すと言っても何を返せばいいんだ。昔恩を受けたら倍で恩を返せって言われたな。どうしたら喜んでくれるんだろう。そういえば一度も聞いたことなかったな。
贈り物をしたら喜ぶって聞いたことあるけど、主が欲しいものなんて思い浮かばないな。他に俺ができること、できること、俺にできて主が喜ぶことか。主が喜ぶこと、主が喜ぶこと、前に何か言ってたような気が。あ、思い出した。悪を倒すために頑張ってって言ってたよな。きっと俺が悪い奴と戦うほど主が喜ぶってことだ。よし、だったら片っ端から引きちぎっちゃうぞ。そうと決まれば今から出発だ。主、たくさん喜ばせてやるからな。あれ、主？ただいま。俺の部屋の前で何してるんだ？これは敵にやられたんだ。大したことないけどな。そんなことより聞いてくれよ。俺、今日は敵をいっぱい倒してきたんだぞ。どうだ？すごいだろ。主はどうして驚いてるんだ？見回りしてる時に戦うこともあっただろ。うん、そう、一生懸命探して悪を成敗してたんだ。あちこち飛び回って大変だったんだからな。でも両手で数えられないほどの悪を倒したんだ。すごいだろ。え、なんで怒ってるんだ。俺は悪者を倒してきたんだぞ。俺はただ主に喜んで欲しくて戦ってたのに。そんな、俺がやったことは間違ってたのか。分かった。主が言うならもうしない。ごめん、ごめんなさい。心配かけて本当にごめん。うん、分かった。おやすみ。主、どうしたんだ。見回りには今は全然行ってないよ。この前主に怒られたからな。そうだな。おかげでやることがなくてさ、何をしていいのかよくわからないんだ。前は主に教えてもらったこととかを書き留めたり、それを読み返したりしてたんだ。当然だろ、主の言葉を忘れるわけにはいかないからな。だからもう勝手に戦いになんて行かないぞ。主に怒られるのは嫌だし。どういうことだ。じゃあなんで主は怒ったんだ。俺は主に恩返しをしようと頑張ったのに、人からあんなに怒られたの初めてだったぞ。でも無茶するくらいじゃないと悪者は倒せない。
そうかも。俺が心配かけたってことは分かった。多く敵を倒すより無事に帰ってきた方が嬉しい？じゃあ俺が無傷なら主の恩返しになってたくさん褒めてくれるんだな。分かった。できるだけ無茶はしない。無事に戻ってこられるように頑張るぞ。なんか今のかっこいい。さすが主だな。俺はどこまでもついていくぞ。当然だ。正義の味方に休みなんてないんだからな。今までお休みしてた分